どうも、このまるです。ひーたろです。今日はあの日のザ・ファースト、シャープ4の4について話していきます。前回が議事プロ審査終わったところまでで、で、いよいよトゥーザ・ファーストに突入だね。うん。なんかさ、トゥーザ・ファーストのソータからやばい、からっていうかソータやばかったなっていう記憶めちゃくちゃあるもんね。ね。うん。いや、そう。もう、なんかちょっと表現あれかもしれないけど、もう無双状態っていうか、なんかガッともう最後まで行ったって感じするよね。うん、そうそうそう。うん、でさ、その、あの日のザ・ファーストだと、もちろんその本編もちょっとこの写真撮ってるようなとこ。うん。なんかさ、なんならさ、シッキンさん、ただのダンスでシッキンさんを越せないから、みんなのことを知ってる俺だからこそ、こういろいろ聞かせてもらって、なんか作りたいって言ってて、うん、かっこいいってなったねえ。いや、そう、めっちゃかっこいいよね。うん。でさ、ごめんごめん。で、あの日のザ・ファーストのさ、方だと、その、トゥー・ザ・ファーストの振り付けについてっていうところのさ、インタビューが、やっぱ、その、振り付けについていろいろ話してるわけじゃん。それすごい良くてさ。ね。なんか、あれだよね。結構間違った捉え方をして、ツイッターとかで広まっちゃって、みたいな。そう。見られてるみたいな。見られてんだ、みたいな。そうそうそう。そういうことなんだって言い合ってるのをよく目にするんですけどって、すげえ見られてるよって。え、でもさ、なんかどういうあれが流行ったんかね。ね、だから例えば振り付けの、まあ結構ストーリーに沿ってたじゃん、割と振りが。うんうん、歌詞とか、やっぱメンバーとかさ、いろいろ。だから、ちょっとそうじゃねえんだよなみたいな言ってるけど本人もまあでもなんかそれもまたいいよね。なんて言うんだろう、なんかそれもまたよしっていうかさ、うん、うん、もうその人の捉え方みたいなのもあるからね。うん、まあ、結果好評だからいいかなっていう感じではあるけどみたいな。そうそうそう、うん、まあだから相対的にはもう一つ一つちゃんと思いがあって作ってたってことだよね。うん、うん、だって性格に合わせて振り付け作ってくれるのとか嬉しくない？なんかさ、何でもさ、世の中さ、カスタマイズいろいろあるけどさ、いろんなカスタマイズあると思うんだけど、うん、嬉しくない？ダンスもカスタマイズしてくれるん？してくださるん？いや、そうよ。ありがただよね。しかもオーディション中って、ね、それで、うん、普通できんくないって思っちゃうよね。そう。だから、なんて言うんだろう。だから、やってる方、パフォーマンスするさ、ボーイズもさ、なんて言うんだろう。気持ちすごい乗せられるっていうかさ、その人の性格に合ったやつを作ってくれるってことだから。うんうん、ねえ。嬉しいよね。だから、本当に、普通の振付師さんがやるよりかは、一緒にやってる、ソータだからこそのだもんね。うん。ね。確かに、みんながして俺だからこそみたいな。よくさ、そのさ、うん、なんか、いいもの作ろうって思った時によくそこにこう行き着くよなって思うよね。うん。ね、しかもちゃんと活かせられる自信があるってことだもんね。いや、そうな。なんかさ、その、どういう風にしていこうっていう時の、その決定の仕方がめちゃくちゃ、なんか正解って感じがして、ピポピポ、越後聖火って感じでさ、最高じゃん。すごい久々に出たね。うん。いやー、いいね。で、まあ、トゥーザファーストはさ、それ今までの曲の振り付けも入ってて、まあ、そこの意図について、ソータは、自分たちが分かればいいかな。まあ、見てる人に伝わらなくても、自分たちがここはここっていうのが気持ち的に、曲が流れてくるうちにあったな、あったなっていうのがあれば、そういうのが感じられれば、一つの感動につながるかなっていうって。うんうん。だから本当に、なんて言うんだろう。まずは一緒にパフォーマンスする、この11人に対して、まあ見ている人に伝わらなくてもって言ってるから、まあそれはさ別にないがしろしてるわけじゃなくて、とりあえず、ボーイズに対して思いを込めてるって感じだよね。うんうんうん。ね。そのなんか、あれだもんね、本領発揮っていう感じではなくて、その感動できたり気持ちよかったりとか、そのやってる人たちがね、うん、変に難しくしないでとか。うん。なんか、いいよね。なんかその感じ、ソータだから言える感じ、本領発揮したわけではなくてっていうのがさ、本領発揮したらさ、もっとバチバチに、バチバチのバチバチでかっこいいやつできるけど、みたいなことだよね。うん、いや、そうそう、なんかさ、うん、その、結局さ、期間も短いし、ね、この差もあるから、踊りこなせないで終わって後悔が残るメンバーがいるのも、嫌だなっていうのがあったので、うん、ってすごない。なんかさ、消落としてやろうとかじゃないんよ。わかる。いや、そう、そこめっちゃ感心した。ねえ。うん、だから結構頭を使ったクリエイティブだったんですとか言って、うん、確かに。ていうか本領発揮じゃないけどもそっちの方が難しいよね、作るとしたら。わかるわかる、うん、ね、うん、いやーなんかすごいよね。だからそのさ優しさみたいなのもすごいよね。なんか、うん、ね、その悔し泣きしてるメンバー見たくないですしとかさ、うん、そうなんよ。本当に寄り添ってるっていうか、ちゃんと一人一人のこと考えてるからこその発言だよね。うん。うん。だから、なんか、まあそういうの考えると、まあ僕が作ったけど、みんなで作ったって言える作品にする以上レベルっていうのは、まあそうやって、下げるとかじゃなくて、
合わせる必要があったって気持ちを一つにする必要があったってことだよね。うん、ここら辺ねってか、もうなんかさ、ダンスの話だからさ、やっぱめちゃくちゃ話出てくるよね。うん、いやそう、具体的にね、めっちゃ分かりやすく説明してくれるね。ねえ、もうなんかダンスのその解像度がすごいっていうか。ね、うん、ほんとプロの話聞いとる。まあプロなんだけど、もちろんめちゃくちゃプロだなって思うよね、うん、いやプロよ。オーディションだっけっていう。オーディションね、なんかトレーナーの話聞いてますか我々みたいな。いや、そうなん、そうなん。先生の話聞いとるみたいな気持ちないよ。そうそう。コレオグラファーとかさ、ね。うん。でもその観光、感動だったりアルバム感みたいな、そういうのをさ、今までの作品とかを匂わせたりっていうのを面白さで加えてって言ってるから、やっぱりその、めちゃくちゃトゥーザファースト感動したから、うん、やっぱりちゃんとそういう気持ちが伝わってるからだよね。だから我々にも受け取れたし、受け取ったし、うん、うん。ちゃんとそういうのを伝えようとしてくれてたからっていうのもあるし、うん、へえ、本当ありがとうでしかないわ。ねえ、そりゃ感謝するよね。来てくれた時に、うん、あれ彼来んだみたいなね、社長にね驚いてたから。そうだそうだ。うん。まあ、あとさ、そのスタジオに戻った時にさ、なんか一番かっこいいと思った曲かな。うん。あれでさ、全員あげてんの To the First なのもすごいいいよね。いやーいい、満場一致だったね。ねえ、これでしょって。うん、なんか本当にさ。あのうちらがこう追い始めてからは To the First やってるイメージないじゃんね、 BE:FIRST としては、うんうん、BMCG フェスもなかったし、あれなんか The Final でやったんかね、もしかしたら。あー、 The Final でやったって言われてるよね。うん、うん、そっか。じゃあそこであれなんかな、一区切りみたいな感じでもあるんかな、うん、みんなでやるっていうのは。そうだから、もうそれ見ないと始まりませんって言われてるし、我々。もう全然、全然たどり着く感じしない。全然たどり着く感じしないけど、めちゃくちゃ見たい気持ちずっとあるから、もうずっと終わったら。自分たちでね、首絞めとるね。いや、そう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 。で、まあ、そのさ、To the First の振り付け裏話で、あの、毎日ちょっと話したけど、あの、カキピーの話ね。ね、この、かわいい、うん、なんか食べられてるやつやろ。かわいいよね。そうそう、10個並べて構成作ってたのに、気づいたら、なんか、7個とかなってて、みたいな。え、これさ、この2人が食うんですよって言ってるの指してるのって、リュウちゃんとマナトかな、うん、あ、マナトとジュノンかな。いや、そうだね。まずマナトなのかなっていう感じですよね。2人、え、なんか、え、リュウちゃんかな、リュウちゃん。え、リュウちゃんもすごいケラケラ笑ってるよね。うん、そう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 。え、どこ指さした？すごい気になってる。まあ、マナとはまあ確定かなって思うけど、もう一人で。マナと絶対確定だよね。あ、でも後ろチラッと見たから、レオくんなんかな、うん。いや、でもレオくんは同情してる感じなんだよ。そうだよね、最悪だよねって言ってるもんね。いや、そう、だから、キラキラ笑って、やっぱりリュウちゃんかなってちょっと思っちゃうけど。確かに、一瞬チラッと見たもんね。わー、そうだね。うん、いや、まあ、でもマナとは確定だ。マナと。まあ、仲いいから、この二人。うん、そうだね。でもさ、なんか、あれだよね、スケジュールのことも言ってたけどさ、その作る時間もあったし、短かったとか言ってたけど、うん、ね、なんか、聞いてる感じだと確かに、作品3日ぐらい仕上げて、プリプリやってとか、うん、レコーディングやってだから、ほんと練習する時間あんまなかったって感じだね。すごいよね。そう、だから10日間でもすごいって言われてたけど、実際10日じゃなくて2、3日だよっていう話だもんね。うん。うん。そっかそっか。いやー、なんかいいね。なんか、こういう裏話も聞けて、さらになんか、To the First の、なんか深みっていうか、趣がね、あるね。うん、うん。うんうん。で、いよいよクリネオに突入。もう、ソータはね、まあ、ショータさんと、マナトと、まあ、あの、SMS、ショーマイナーサーベージでやったわけだけど。まあ、この3人ももう、もう今更語らなくてもみたいなとこあるけど。ねえ。うん。でも本当にさ、ソータ自身もめちゃくちゃこう楽しかったっていうのがさ、一番最初に出てくるくらい、感想で。うん。なんかすごいいい思い出なんだなっていうさ。ね。なんか出会えた喜びが爆発してるみたいな感じだもんね、この3人ってね。ね。あ、そう。そうなん。だって本当本人たちもなんか奇跡なんじゃないかみたいな、こんなに音楽の趣味があってみたいな。いや、そうだよ、うん。私なんて嫉妬してんだから、そんな友達欲しくて。もうここに入りたいぐらいだもんね、この丸ね。入りたい入りたい。うん、羨ましいよ。ねえ、すごいね。で、その、まあ、本編でも流れた映像とかも差し込まれてて、まあ、ソータが振り返るんだけど、もう受かったら3人で作りたいよね、とか、まあ、クリネオが発表される前から言ってて、みたいな。うんうん。だから、すごいね。だから本当に言ってたのが、審査の中でやれちゃうっていうかさ、審査、クリネオが発表されたからこそ、前倒しでできて、みたいな。うんうん。うん。え、なんかもしかしたら社長もそれが空気感とか読み取っとったんかね。ね、なんかさ、その音楽を愛してる3人みたいなの、うん、そう感じて。なんか社長もさ、わからんけど、社長自身も多分そういう友達欲しいじゃん、きっと。知らんけど。多分いらっしゃる。わかるわかる。そう、うん。
一緒だと思うんだけど、なんかそこの友達のそのさ、そういうことを共有できる相手の大切さみたいな絶対わかるはずだから、うん、なんかそういう、まさに合ってるなみたいな、ここすごいいい空気感だなとかさ、なんかそういうの見てたら応援したくなっちゃうんじゃない？もう、なんかなかなかないだろうし、そうそう、で音楽的センスもすごいし、みたいな。うん。いや、あると思う。そうだね。すげえなんか本当運命、まあでも運命ってか、ね、すごいよね。ここにこんな集まるの。ね、わかる？だから、重なる今偶然じゃないになるんやろ？それで。そう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 、今それ言いたかったんすわ、ありがとう。うん。でもなんか本当にさ、その楽しそうに作ってる音楽は結局こう、みんなに届くって一番最高だよね。いや、最高。そうだね。うん。だって、自分たちがいいと思って届けたいと思ってることがちゃんと共鳴するってことだもんね。いや、そうそうそう。うん、で、まあ、そこでまた、ソータが振り返るんだけど、マナトに関しては全部のチームが一緒で、みたいな。うん、うん。でもそうだよね。改めてあの日ので思ったわ。確かにって思って。いや、そうそう。だから、そうマナ劇場な、みたいな。うん。いや、そうな、そうな。だから、この間のさ、ちょっと前だけど、YouTube ライブとかでさ、すごい踊りとかしとったもんね。もうなんか、絡み合ってたもんね、ダンスが。そう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 。マジで面白かったもんな、あれ。確かに、ニコイチ感よな。ねえ。なんかでも、いいよね。いや、パッと見さ、なんていうの、見た目の雰囲気とかさ、ちょっと違うじゃん。うん、うん。うん。なのに、すごいよね。すごい双子っていうかさ。うんうんうん。うん、なんか本当すごいなと思うよね、この二人見てたら。そうね。だって安心感とか安定感とか、うん、仲間感をめちゃくちゃ感じてるんだもんね。いいね。うん。一番仲いいっていうか、一人だけ相方みたいな、みたいな。え、夫婦、そういうことですね。夫婦。だって一人だけ感覚が違うんですよねって言ってるもん。うん。でも今もそうなんかね。どうなんだろうね、こういうのってね。ねえ、なんかまあ今は本当全員が全員仲いいと思うから、うん、ビファストは。うん。うんうん。また違った感じなのかもしれないけど、でも特別なやつはあるんじゃない？まあそうだよね。一度感じたことって意外とそのままだったりするもんね。うん。そうそう。別にだからこそマナトとべったりみたいな、なんかずっとまーみたいな、うん、なんかずっともっとまた違うけど、なんか、いるじゃん。例えばグループの中でもずっと二人でいる人とか。誰のこと言ってんの？例えばよ、学生の時とかさ、なんかずっとここべったりしてんの、じゃあ二人で遊べばいいじゃん、みたいな。怒ってる。何のこと言ってんですか僕は。怒ってる。そう。怒ってないけど。まあ、架空のね、架空のペアのことだけど。うん。そうそうそう。なんかそういうのだけど、そういうのじゃなそうじゃん、この二人って。そうだね。なんか、適度にいい距離感で、うん、でもなんか信頼し合ってるみたいな、繋がってるみたいな心で。なんかそういう感じだよね。そうそう。うん。で、たまに爆発した部屋の変な踊りするみたいな感じだからさ。ああ、いいね、いいね。そう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 、最高のやつだから。いい距離感。うん。だから最後の方はもうマナとか一緒にいるのは当たり前みたいな、安心感とか安定感は日々感じてるっていう。うん。で、あとさ、その後、その、シャイニングワンの、まあ、話になるけどさ、うん、その、シャイニングワンが終わった後、本編でやったさ、ソータがルイ君にさ、対して、ね、一番最初に褒めてくれたのが、歌を最初に褒めてくれたのがルイでっていうところのさ、感謝のとこあったじゃん。あれさ、うん、久々に見て、やばい、あったと思って、そのシーンあったと思って、うん、久々に見たらもうやばくて、うん。なんかもう、何だったんって、もう号泣したから。いや、わかる。なんかさ、しかもさ、そこさ、ファイナルでも言ったけど、改めてあの日のでも振り返ってくれたじゃん。うん。なんかちゃんと本当に感謝してて、本当に伝えたかったんだなっていうのが改めてわかったから。うん。うん。なんかすごくいいエピソード、本当に。ね。しかもさ、こういう、そう、そうなん、こういうとこでも話すぐらいなんと思ったらさ、ちょっとエモいよね。うん、いや、そうそうそう。てか、本当に感謝してたんだなっていうのが分かったっていうか、うん、だからなんて言うんだろう、なんか俺本編の感想で言ったかもしれないけど、なんかいいものはいいって伝えていこうって思ったよね。ああ、言っとった気がする、キータロさん。そう、なんかやっぱさ、自分は何気なかった、多分ルイ君もすごい何気ない一言だったと思うよ。うんうん。うん、だから純真な感じで、子供の感じで、なんかソータ君の歌いいねみたいな、うまいねみたいなことを言ったんだかもしれないけど、まあ、本当にうまいと思ってるから言ってるのはもちろんだよ。だけど、うん、なんかそういうのに誰かが救われたりとか、やっぱりそういうソータがさ、すごいずっとここまでファイナルまでさ、ね、思っててとか、改めてエピソードとして話すぐらいだから、うん、そうやって救われてんだなって思ったらなんかいいよね。いや、わかる。ちょっと感動しちゃうよね、うん、やっぱりね。いや、しちゃうしちゃう。でずっと嬉しくてとか言ってソータ言ったら、やっぱルイ君も泣いてたね、ファイナルで。いや、そうなぁ、うん、ここほんとね。え、あ、なんの見たにまたないってさ、もう一回見たとき。やばかったちゃ。うん、やばかったね。ルイ君の泣き方も4年生泣きやちゃ。どっちの4年生？小学校の方。小学校の方。
え、ルイ君って06とかだっけ ?07? まあ、高一の年だね、今ね。そっか。いや、なんか、ルイ君もさ、そう、若いけど、最近さ、最近終わったオーディションのやつで09が爆誕してさ、震えとったんだけど。いや、そう。ね。どんどん若くなってくから。うん。いや、いいね。やっぱこの、ソータとルイ君の絆、みたいな、ここのやつ、やっぱいいね。うん。うん、だって、やっぱそれをきっかけに、やっぱソータの歌がさ、やっぱりね、ソータも歌って感じ、なんて言うんだろう。自信持ってできたっていうかさ、まあ、きっかけの一つだったと思うから。うん。うん、で、次は翔太さんへの思いか。ね。なんかさ、この二人でさ、一緒にデビューしようね、みたいな。なんか、そういうのをやってて、うん、で、やっぱり、あれ呼ばれないなってなった時やっぱそうショックみたいな感じで言ったじゃんね。うん。絶対一緒に変わろうねって。で、受かってからの音楽活動の話とかもしてたとかさ。うん。いや、そう、ちょっとここら辺だけでも結構ね、グッと来てたっていうか、ちょっと、あー、みたいな。だったんだけど、でもやっぱ結果的にはさ、すごい、ね、BMCG にこう一緒にいるっていうのがさ、うん、その、やっぱ、才能を日高さんが認めてくれるような形になって、結果以上に正直嬉しい感、自分の結果以上に正直嬉しいっていうさ。うん。うん。いや、わかる、みたいな。ね。私も嬉しい。うん。わかる、わかる。そうだね。え、めっちゃいいね。何これ。うん。でもそうだね。その、受かった後の話もすでにオーディションの時からしてたっていうのもすごいし、なんて言うんだろう。だってデビューがゴールじゃないわけだよ、だって。うん。うん。みんなデビューしたいのに、その先どういう音楽活動していきたいみたいな具体的な話までしてってさ。うん。ああ。なんかやばいね。意識が。いやー、ね、関係性もやばいよね、やっぱり、ね、深いからこそ話せるやつじゃんね。うん。で、それでいてさ、ほんと今、ショーマイ&サーベージとかさ、同じ BMSG 内の、そう、グループとしてさ、やれてるから、もういい環境すぎる。うん、ね。や、そやっちゃ、うん。ほんと、ありがとうって、ほんとありがとうって気持ちなやっちゃ。うん。ほんと、なんか、近所のね、近所の人みたいな感じで、ほんとありがとう。うん。おまんじゅう食べるって。よくお菓子くれる人みたいな。でさ、次、ソータの夢について話してるけど、なんか人間が音楽になってるっていう、そのアーティストでもないような、なんか、ほんと、俺音楽みたいな、音楽です私みたいな感じなのになりたいっていうのも、なんか、すごいソータらしいし、なんかソータってもうすでにそうじゃないってつい思っちゃうんだけど、うん、なんなら。ね。なんかもう、もうダンスもそうだし、なんかに奏でてる。ソータが奏でてるみたいな感じするよね、音楽。うん。いや、そう、うん。なんかさ、で、最後にさ、ソータにとってザ・ファーストとはでさ、第二の生みの親って言って、だからうちら、すっごい好きなさ、うん、ダンサーとして、二十歳でゴールした感覚、こう20歳でゴールした感覚からの、このザ・ファーストっていうさ、なんかその、なんかすごいじゃん。ダンスでやりきったな、みたいなのが、ちょっとあるのが、まずすごいし。うん。で、また初めて、改めて、二十歳で、こう、5歳の頃夢見てたようなことを、また0歳に戻った気持ちで、こうやるっていうのがさ、走り出してるっていうのがさ、もうなんか、なんて人生なん。またおギャーなわけでしょ。またおギャーよ。今から生まれ変われますか。変われません。いや、そうよ。てか、普通そっからスタートも、この前も言ったけどさ、普通二十歳ぐらいからよく暮らしようみたいな、よく暮らしようじゃないけどさ、なんてだろう。そっからスタートやっとほらなんかね、やっとなんか大人になって踏み出すみたいな感じなのに、一回そこで区切れるんだから。いや、そうだよ。ほんとだよ。今から私の人生どうしようみたいなのが二十歳ぐらいなんだから。大体。そう。そうだよ。すごいよね。そこがもう、もうこの人は違いますね、みたいな。なんかもう、私とは全然違いますねっていう気持ちになったわ。うんうん。いや、なんかさ、よくさ、例えば、芦田愛菜ちゃんとか人生2回目とか言うじゃん。なんか、例えとしてね。でも、そうだ、ほんと人生2回目みたいな感じだわ。わかる。二十歳から。嘘でしょみたいな。今それ言っとるようなもんだもんね。僕はそうです、みたいな感じのこと。そう。しかもなんかこのさ、インタビューのソータが本当になんか普通に、なんかなんていうの、ちょっと無表情気味っていうか普通になんか普通な感じで言うからそれまたすごくて。わかる。ちょっとどやってないもんね。わかる。そう、どやってないのよ、そう。俺すごいことやってます感がないのよ。わかる。いいよね。その感じすごい好きだよね。うん、いや、めちゃ好き。このなんかこの淡々としてる感じ。うん。わかる。うん。大物すぎて怖いわ。よかった。で、以上でね、あの日のザ・ファースト、シャープ4、ソータ会完了ということで、いやー、もうなんか、ソータの凄さをさ、改めて感じさせるあの日のザ・ファーストでしたね。ね、なんかさ、よくさ、ことわざでさ、爪を煎じて飲むとかあるじゃんね。まさにそういう、なんか、煎じさせてくださいみたいな、お願いしますみたいな。なんかそういうあれ。いや、ほんと、マジでほんと、ほんとこのかけらでいいから、ほんとこのちょっとでいいから。そしたらなれますみたいな。ソータになれますみたいな。でもなれないのよ、普通。ええー。
いやー、すごい遺伝ね。なんかすごい歴史上の人物を見た気持ちだね。うん、いや、ほんとそう。で、次回はシャープ5、マナト会に突入ということで、だからさ、次のあの日のザ・ファーストが楽しみだよね。そうだね。